死亡したのは橘日向さん。人生で唯一付き合った彼女が死んだ。何やってんだよ武道。え、俺死んだ。は？武道君のミッションは東京卍會を消滅させる。それが姉を救う唯一の方法です。てめえは一生俺の奴隷だ。俺がヒナを守るよ。こんな俺になってな、二度と譲れねえもんがあるんだよ。どうやって死にて？分かってるよ、俺の人生クソだって。だったら頑張って、それで10年後も私と一緒にいて。花垣武道、俺はお前が気に入った。全然弱いくせに自分より強い相手に平気で喧嘩挑んじゃうし。俺はずっとあの頃見てバカやって笑ってたかったよ。私の好きな武道くんだから。あなたが運命を変えてください。こんなとこで死ねえ。これは俺の人生のリベンジだ。